それではアドベントのメッセージを取り引きたいと思いますが、今年のアドベントは喜びということをテーマにお話をしたいと思います。今日は第1週目で悲しみを喜びにというテーマでお話をいたしますが、お読みいたしますのはルカによる福音書の5章の5節から記されております。イエス・キリストの誕生に先立って起こりました、バプテスマのヨハネの誕生物語、秘話といいますかね、の箇所であります。ルカによる福音書の1章の5節から25節をお読みいたします。少し長いので、こちらのスライドには出ておりませんので、皆さんの聖書を開きください。字が小さくて見えにくい方は私が読みますので聞いておいてください。ユダヤの王ヘロデの時代、アビア組の祭司にザカリアという人がいた。その妻はアロン家の娘の一人で、名をエリサベトといった。二人とも神の前に正しい人で、主の掟と定めをすべて守り、非の打ち所がなかった。しかしエリサベトは不妊の女だったので、彼らには子供がなく、二人ともすでに年を取っていた。さてザカリアは自分の組が当番で、神の御前で祭司の務めをしていた時、祭司職のしきたりによってくじを引いたところ、主の聖女に入って香を焚くことになった。香を焚いている間、大勢の民衆が皆外で祈っていた。すると主の天使が現れ、香壇の右に立った。ザカリアはそれを見て不安になり、恐怖の念に襲われた。天使は言った。恐れることはない、ザカリア、あなたの願いは聞き入れられた。あなたの妻エリサベトは男の子を産む。その子をヨハネと名付けなさい。その子はあなたにとって喜びとなり、楽しみとなる。多くの人もその誕生を喜ぶ。彼は主の御前に偉大な人になり、ブドウ酒や強い酒を飲まず、すでに母の胎にいる時から聖霊に満たされていて、イスラエルの多くの子らをその神である主のもとに立ち返らせる。彼はエリアの霊と力で主に先立っていき、父の心を子に向けさせ、逆らう者に正しい人の分別を持たせて、準備のできた民を主のために用意する。そこでザカリアは天使に言った。何によって私はそれを知ることができるでしょうか。私は老人ですし、妻も年を取っています。天使は答えた。私はガブリエル、神の前に立つ者、あなたに話しかけてこの喜ばしい知らせを伝えるために使わされたのである。あなたは口が聞けなくなり、このことの起こる日まで話すことができなくなる。時が来れば実現する私の言葉を信じなかったからである。民衆はザカリアを待っていた。そして彼が聖女で手間取るのを不思議に思っていた。ザカリアはやっと出てきたけれども話すことができなかった。そこで人々は彼が聖女で幻を見たのだと悟った。ザカリアは身振りで示すだけで口が聞けないままだった。やがて勤めの期間が終わって自分の家に帰った。その後妻エリサベトは身ごもって5ヶ月の間身を隠していた。そしてこう言った。主は今こそこうして私に目を留め、人々の間から私の恥を取り去ってくださいました。以上であります。クリスマスの旅に読まれるところですので、皆さんもこのお話はよくご存知だと思いますけれども、ザカリアという人は祭司という特別な務めを持っておりました。その家系に生まれたわけですね。イスラエルにはユダ族であるとか、ベニヤ民族であるとかですね、レビ族であるとか、その彼らは自分の生まれたその部族みたいなのがあるわけですけれども、ザカリアはですね、祭司の系図に生まれたんですね。で、祭司の家系に生まれたものは神殿で、お仕えする、そういう役割を持っておりました。ただこの時代ですね、祭司の子孫もものすごい数がいたと思われます。何万人もいたんじゃないかという人もいますけれども、で、いっぺんにその神殿で
使えるいろんな仕事をするわけにはいきませんので、組に分けてですね、順番に神殿のお務めをするということであったようです。でザカリアはアビア組という組に属しておりまして、でこのアビア組が神殿でお使いするときにですね、で神殿の中でもいろんな御用があるわけですね、まあ、この神殿の掃除をするとか、いろいろ生贄を持ってくるその動物を切り分けたり火をつけたり、また来る人の整理をしたりですね、いろんな役割があったようです。で、なんとザカリアはですねこの時その神殿の役割の中でも一番、名誉のあるこの光沢というですね、神殿の中に入ってその一番奥で、神様を礼拝する光沢というその務めに当たったんですね、年末ジャンボを当てたようなもの、一生にあるかないかというようなことだったようですけれども、彼はそれを当てましてですね、もうだいぶ高齢だったようですけれども、まあ、意気揚々と神殿の中に入っていって、こう耐えたわけですね。ところが、こう焚くとですね、なんかその中でこうキラキラと輝く人が現れて、天使だったわけですけれども、ザカリアに、恐れることはないザカリア、あなたの願いは聞き入れられたって言ったんですね。あなたの願いは聞き入れられた。これはどういうことでしょうか。つまりザカリアは、あるいはエリザベトは、神様に一生懸命何かを願っていたわけですね。でその願いが聞き届けられましたと。あなたの妻エリザベトは男の子を産む、その子をヨハネと名付けなさい。この二人が願っていたものはもちろん子供が与えられることだったんですね。彼らは祭司夫妻でありました。そこにあるように正しい人で主の掟と定めを全て守って火の打ち所のない正しい人だった。なのに子供がなかったんですね。この時代子供がないというのは、何かこの悪いことをしてその呪いを背負っているんじゃないかと思われたんです。祭司であり正しいのに子供が生まれないというのは、きっと彼らは何か悪いことを確認していてその裁きを受けているんじゃないかというふうに思われていたと思います。でしかもその責任はですね、全て女性が背負わなきゃいけなかったんです。この時代これ祭司だけではありません。子供ができなければすぐに離婚することができたんです。もう無条件で子供ができないイコール離婚、でそれはもう男の権利ですから、男が悪いということもあったと思うんですけど、もうそういう時代だったんですね。ところがこのザカリアはですね、子供ができないこの妻を離縁しなかったんですよ。ザカリアはよっぽどやっぱり優しい人だったんじゃないかと思うんですね。本当ならもうとっとと離婚して次の嫁さんもらうというところだったんですけども、離縁しなかったんです。でもこれはエリサベトにとっては二重の苦しみですよね。子供ができない苦しみもあるし、子供ができない自分をずっと妻にしていてくれるこの夫に対する申し訳なさみたいなのがあると思うんですよ。周りには変なこと言われてるし、夫には申し訳ないしっていう、そういう状態がずっと続いてたんですね。でエリザベトも祈るし、当然ザカリアも祈るし、神様どうぞ子供を与えてやってくれ、エリザベトに子供が生まれるように、そうずっと祈り続けていた。でその祈りを聞き入れたと天使がザカリアに言ったんですね。でその子は男の子だ、ヨハネと名付けなさい、もう名前まで決められまして、そして、その子は あなたにとって喜びとなり楽しみとなる、多くの人もその誕生を喜ぶ、ね、この子が生まれるということはあなたにとって喜ぶのは当然のことですけれども、その彼だけではない、もちろん妻やまた他の多くの人たちにもこの子の誕生は喜びになりますよと、天使は告げたんですね。なんと嬉しい知らせでしょうか。ああやっと神様は私の願いを聞いてくださった、聞き届けてくださった、ありがとうございますと言うべきところですけれども、ザカリアはですね、こともあろうに何によって私はそれを知ることができるでしょうか、私は老人です、妻も年を取っています、何のためにお祈りしとったんやということですよね。そんなのとっくに諦めにはいるもんですけれども、一生懸命お祈りしてたんですけれども、
神様がお祈りの叶えてやろうと言われてですね、いやそんなこと信じられませんって言ったんですね。ね、あの昔アメリカで長い間雨が降らない場所があってですね、教会でみんなで雨が降るように祈祷会をやりましょうと言ってですね、みんなで集まってお祈りしたんですね。そしたら雨が降り出したんです。ところが帰る時に傘を持ってた人は一人しかいなかったんですね。つまりお祈りして雨が降ると信じていた人はその女性一人だったということですね。あとみんな来て集まって祈ったけれども、まさかそんなことが起こると思ってない。まあ人間の信仰なんてそんなもんだということですけれども、まあザカリアもエルサベトもですね、まあこの場合ザカリアですけれども、長い間一生懸命祈ってきたんですけれども、もうまさかそんなことが起こるとは、思っていなかった、信じていなかったんですね。ガブリエルもちょっとムカッときまして、天使も腹立つんですね。私はガブリエル、神の前に立つもの、私は誰だと思ってるんだ、私は神の前に立つ天使だぞと、あなたに話しかけてこの喜ばしい知らせを伝えるために使わされてきたんだと、あなたがどれだけ喜ぶかと思って私はここに来たのに、なんだそのことは、かなり怒ってます。あなたは口が聞けなくなり、このことの起こる日まで話すことができなくなる。もうそんなねじ曲がった口は私が塞いでやる、むぎゅって感じ。子供が生まれるまで口が聞けなくなる、うーって聞けなくなっちゃった。ザカリアね、皆さんお祈りするときはちゃんと信じて、お祈りしましょう。そして祈りが叶ったときに、まさかこんなことが起こるとは思ってませんでしたみたいなことは言わないように気をつけましょう。しかし、神様が約束された通りですね、妻エリサベトに子供が与えられました。でもエリサベトもですね、なかなかそれを信じられなかったので5ヶ月身を隠していたんですね。恥ずかしかったのか、確認が取れないというか、今みたいにですね、産婦人科行ってはい何ヶ月っていう時代じゃないですから、確かに自分の中に子供がこの 動くというかね、何か起こるというまで彼女は、身を隠していたわけですね。でも確かに、ある日動いたんでしょうね、お腹の中で。あ、これは間違いないということで、彼女は大いに喜んで、主は今こそこうして私に目を留め、人々の間から私の恥を取り去ってくださいましたって言った。この言葉の中にエリザベトがいかにこの長い間辛い思いをしていたかということが分かりますよね。今こそ私に目を留めて、人々の間から私の恥を取り去ってくださった。だからもうエリザベトは、自分に子供がないということで周りの人がいろいろ言われているだろう、また自分の夫も辛い立場にあるのに私のことをずっとかばっていてくれてるっていうのですよ。本当にもう、まあ、どんな体型の人だったか分かりませんけれども、細い身を3倍ぐらい細くしてですね暮らしてたんじゃないかと思うんですよ。本当に恥ずかしくて辛くて悲しい日々をずっと送ってたんですね。でも神様が彼女に、子供を与えて、まさにこの長い悲しみを喜びに変えてくださったんですね。悲しみが長ければ長いほど喜びは大きくなっていくわけであります。で、このザカリアの子供はですね、しかし天使は言いましたね、あなただけではなくて周りの人も寄せるよって約束したんですけれども、エリサベトが妊娠約6ヶ月ぐらいの時にイエスの母マリアが彼女のもとを訪れてですね、そして、まあ、これはその前にマリアのところにも天使が訪れて、マリアまだ結婚する前だったけれども、あなたの中に神様は新しい命を宿される、聖霊によってあなたは身重になって子供を産むと言われたんですね。でもマリアはそんなことは信じられません。で、その時に天使が、あなたは信じられないかもしれないけれども、あのあなたの親戚のエリサベト、子供が与えられてるんだよ、だから行って確認してきなさいと。で、マリアが行ってみると、長い久しぶりに見たおばさんは大きなお腹をしてるんですね。あ、これは間違いないということで、まあ、マリアはそこで、まあ、喜んだというか、何かこう慰められたというかね、確信を持ったわけであります。神にはできないことは何一つないということをマリアが確信することができたのはこのエリサベトのおかげだったんですね。まあ、なんでこの
イエスがお生まれになるその少し前に、ザカリアとエリサベトの間に子供が生まれるなんてことが起こったのかということは、まあ一つの謎なんですけどね。こんなことなくたってイエス様マリアとヨセフの間で生まれりゃいいんですけども、まあ、神様はなんかちょっとこう時々、なんか洒落たことをされるなという感じするんですが、まあ、マリアを励ますために一人の長い悲しみを経てきた夫婦、まあ、奥さんにまた喜びを与えてですね、なんかこう喜びのお裾分けをエリサベトは得たんじゃないかなって感じがします。そして、彼が、まあ、男の子が生まれた時に一章の57節58節に、さて月が満ちてエリサベトは男の子を産んだ、近所の人々や親類は主がエリサベトを大いに慈しまれたと聞いて喜びあったと書いてあるんですね。つまり、この子の誕生は確かに天使が予言した通りですね、ザカリアとエリサベトにとっての喜びであると同時にその周りの人たちにも喜びとなったんですね。それは神様がこのエリサベトの悲しみを知っておられて慈しみを与えてくださった、私たちが信じている神様はそういう神様なんだ、だからそれぞれに違う悲しみがありそれぞれに違う苦しみがあるけれども神様はそれを必ず見ておられ知っておられて慰めてくださるであろうということがこの誕生によって周りの人々にも伝わったんですね。だから喜びが多くの人に広がっていったわけであります。そしてこの子は大きくなってですね、天使が預言をしましたように、洗礼者ヨハネと呼ばれるようになってですね、まあ、だいぶ変わった人になりました。最初の息子だったんですけれども、あれので修行をいたしましてですね、ラクダの皮衣を着て、もうボーボーの格好でみんなに悔い改めろって言ってたんですね。ちょっと両親が甘やかしすぎて、自由に育てすぎたんじゃないかななんて、そういう野暮なことは言いませんけれども、まあ自由に育ちましてね、ヨハネは。しかし彼はこのイエス・キリストがおいでになるその、まあ、交渉外の少し前に、ヨルダン川で洗礼を施して人々の心を整えたんですね。そういう働きをいたしまして、そしてそのバプテスマのヨハネから洗礼を受ける形で、イエス・キリストはその公生涯を宣教の生涯を始められたんですね。まあ、不思議なこの縁というか関係であります。そして、まあ、ここからはイエス様のお話ですけれども、バプテスマのヨハネの半年後に生まれたイエス・キリスト、イエス・キリストも長い間、おそらく彼の父親ヨセフが早く亡くなったので、長男としてその家族を支えてですね、母や弟や妹たちを育てる責任を持って、そして30歳になった時に、家を出て、まあ、公の生涯を始められました。でその時にですね、イエス・キリストという方の本当に短いこの生涯の記録を福音書という形で残されておりますものをつぶさに読んでいきますとですね、イエスは常に悲しんでいる人のところに行かれてるんですね。悲しんでいる人、虐げられている人、病気の人、苦しんでいる人のところに行ってるんです。楽しそうな人とか金持ちのところとか、行ったら幸せになりそうなところに行かないんですね。我々はどっちかというとなんか行ったら得しそうな人のところに行きますよね。いろいろなんかくれそうな人とかね、あの人のところ行ったら楽しい話が聞けるなというところに行きますけど、あの人のところ行くとね、話が長くてね、つまんない話で、行くともう重い気持ちになる人が行かないじゃないですか。でもイエスさんはそういうところばっかり行ってるんですね。そういうところに行って、愚痴を聞いたり、ね、一緒に泣いてやったり、そんな生涯でした。重い皮膚病を患っている人々のところに、と出会ってはですね、彼らに触れて彼らを癒して、やりました。彼らは体だけではなくて心も病み、心も傷ついていたんですね。その人たちをイエスは癒し、そして彼らに喜びを分かち与えていかれました。ナインという町に行かれた時には息子を失って、ちょうどですね、お葬式に出会ったんですね。やもめ未亡人のである母親が一人息子を失っていた。もう本当にこれ以上ないっていう悲しい状況ですね。
そこにこの遭遇するんです。その時にイエスがこの母親に哀れに思い、もう泣かなくてもよいと言われて、ね、もう泣かなくてもよい、そして棺に手を触れて、この若者をよみがえらせる。本当にこれはすごい奇跡がそこに起こったわけですけれども、でもこの、息子がよみがえるというこの奇跡の前にですね、イエスはこの母親に対する深い同情を寄せているんですね。また、有名なザーカイ、主税人の頭でありましたけれども、彼はみんなから嫌われてたんですね。散々悪いことやってたのに嫌われて当然なんです。でもその嫌われて当然なザーカイのところに食事に行って、そこで泊まって、彼を悔い改めに導いているんですね。イエス・キリストはその人が今まで何をやってきたかとか、みんなからどう思われているかとか、そんなことは全然気になさってないんです。その人の心の中にある悲しみを見てるんですね。その目の中にある悲しみと言ってもかしませんね。そしてその悲しみを見つけては、その悲しみを喜びに変える、その生涯でした。ところがそれはあまり長く続かなかったですね。もっと何十年も何百年も何千年も続けばよかったんじゃないかなと私たちは思いますけれども、決してそれは長い時間ではありませんでした。イエス・キリストはもちろん私たちの悲しみを知っておられましたけれども、その悲しみの原因を知っておられたんですね。その悲しみの原因を解決するということがイエス・キリストにとっての最大の働きでした。それはこの私たちが味わう悲しみというものは一時的なんですね。また実は喜びも一時的なものなんです。本当に深い深い悲しみがあっても、それは時間とともに癒えていく。大きな本当にもう世界がひっくり返るような大喜びをしてもですね、次の日にはまたすっかり悲しんだりすることもあるんですね。イエス・キリストはもちろん私たちの悲しみに寄り添ってくださって、私たちの悲しみをその一つ一つの悲しみを癒してくださる方ですけれども、しかしその一番大元に何があるかというと、私たち人間にとって一番大きな悲しみのその原因は何かというと、神と私たちがその愛のつながりを失っているということ。創造主である神が、神を私たちの父と呼ぶことができない、この創造主である神様との交わりが失われている、これこそが悲しみの原因だったんですね。その原因を断ち切るためにイエス・キリストは自ら十字架にかかってくださいました。そしてもちろんイエス・キリスト自身が誰よりも大きな悲しみを味わわれたんですね。自分は悲しむことなく悲しんでいる人間を慰めることはできません。本当に悲しんだ人だけが本当に悲しんだ人の気持ちを理解することができる。イザヤ書の予言にあるように、イエス・キリストは悲しみの人で病を知っていたとあります。イエス・キリストご自身が大きな悲しみを経験しておられ、そして最後の最後、弟子たちから裏切られて、そして、罪のない罪を着せられて、父なる神からも見捨てられて、十字架の上で死ななければならなかった。もう誰も味わったことない大きな悲しみを味わってくださったのは、それは私たちの悲しみを理解するためでした。そして私たちの悲しみの根源である罪、神と人間の間を断ち切っているこの罪を取り除くために十字架にかかって死んでくださったんですね。そのことによって私たちは神様との交わりを回復することができた。神との永遠の交わりの中に入れられた。確かにこの地上ではいろいろな悲しみがあります。そして神はその悲しみをよく知ってらっしゃる。エリサベトの悲しみを神は知ってらっしゃったんです。その祈りを聞いておられたんです。その涙をいつも見ておられたんです。そして一番良い時にですね、
このエリザベトに子供を与えられました。でも皆さん、その与えられた子供、ヨハネはどういう死に方をしたと思いますか。王様の宴席の座教にですね、首をはねられて死んでしまったんです。まあその時もうエリサベトもザカリアも高齢でしたから亡くなっていたと思いますけど、もし生きていたらですね、ああこんなことになるんだったらこの子は産まなければよかったと絶対に思ったと思います。そんなもう信じられないような悲しみを背負わなければならなかったとこなんですね。ヨハネが生まれたことはとても嬉しかったことだし、イエス・キリストの御座ができたことも嬉しいことですけれど、でも最後の最後、彼はもう本当にもう悲劇の最高の悲劇のヒーローになってしまった、死んでしまったんですね。どんな大きな喜びもやがて大きな悲しみに変わる、どんな大きな悲しみもやがて大きな喜びに変わる、人間の人生というのはそういうものだ。イエス・キリストはそのことをよくご存知でありました。そしてもちろん一つ一つの悲しみに寄り添ってくださって慰めを与えてくださいます。これは間違いないことです。だからキリストの生涯においてイエス・キリストは常に悲しむ人たちのところに行かれた。だからイエス・キリストは悲しむ人々は幸いであると言われた。その人は慰めを受ける、それは神からの慰めを受けるということです。神に触れられることができる人は悲しんでいる人なんですね。悲しむからこそ私たちは神の手を感じることができるんです。痛むからこそ癒す人の手を感じることができるんですね。しかし私たちの人生の一つ一つの悲しみ、それは決して、まあ、一時的であって、そして避けられないものです。イエス・キリストはそのもっともっと一番深いところにある私たちの悲しみ、その原因を取り除くためにこの地上に来てくださった。そして神は私たちの悲しみを知っているよ、そして誠の神があなたを永遠に慰めてくださる、そのあなた方の救い主、救いをなしてくださるよということをですね、キリストご自身がこの地上においでになり、そして十字架にかかってそのことを示してくださったわけであります。黙示録の21章の4節には、彼らの目の涙をことごとく拭い取ってくださるという言葉がありますね。これは新しい、天、新しい地、やがて来るこの世界が終わって新しい世界には神は私たちの涙を全てことごとく拭い取ってくださるという予言ですけれども、ここには神が私たちの涙を知っておられるということが背景にありますね。でもそれをことごとく拭い去ってくださる、もはや悲しみも嘆きも老苦もない、そのような世界に私たちを入れたいと神様は心から願っていらっしゃいます。しかし世にあって私たちは患難があり、苦しみや悲しみがある。そのためにキリストは見えに見えない形で私たちのところに来てくださって、私たちの悲しみの心の中に中心にいてくださって、私たちを慰めてくださいます。そして何よりも私たちの悲しみの原因である、この天地万物をお作りになった神様との関係をイエス・キリストは回復してくださった。まあ結局この世でいろんなことがあったとしても、でも私たちは基本的にこの天地万物をお作りになった、私を作ってくださった神様と深いつながりがある。神様は私たちのことを愛していてくださる。神様は私たちのことを心配していてくださる。私たちの涙を数えていてくださる。そのことが何よりも慰めじゃないですか。そのことが何よりも私たちの悲しみを喜びに変えることじゃないですか。そして神は私たちがこの大きな喜びの中に、変わらない喜びの中に束の間のこの人生を歩むことができるように、救い主イエス・キリストを私たちのところに送ってくださった。ザカリアはこの神様からの喜ばしい知らせを信じることができないでですね、そんなことがあるはずがありませんと言って、
子供が生まれるまでの間、実にみっともない姿を晒しておりましたが、私たちはこの救い主が私たちのところに来てくださって、私たちの中にまさに生まれて、私たちを喜びを与えてくださるということを信じて、そしてこの本当の喜びをいただきたいと思うんですね。お祈りいたしましょう。恵み深い天の父なる神様、心から感謝をいたします。私たちの悲しむ姿を無視することができないで、神の御子であった、神の右に座しておられた方が人の姿を取り、この地上に生まれてくださいました。そして悲しむ人々のところを訪ね、今も目には見えませんけれども深い悲しみを背負っている者のところに訪れてくださって、癒し、友となり慰めてくださることを感謝いたします。そして何よりも私たちが永遠の変わることのない喜びの中に生かされるように、作り主なる神との関係を自らの十字架によって回復してくださったことを感謝いたします。今私たちの人生にはいろんなことが起こりますけれども、神様はそれを全てご存知であり、私たちを助けてくださる、また喜びに変えてくださると信じます。またどうかこの本当の喜びを知らない多くの方々、ただただ上辺だけの満足をしている人たちがたくさんおります。でもその心には深い悲しみがある。神をどうぞそのような方々のところに私たちを使わせてくださって、本当にこの素晴らしい喜びをお伝えすることができますように、特にこのクリスマスの時をあなたが祝福し、私たちを用いてください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは今日は第一日曜日ですので、聖餐式をしたいと思います。聖書をお読みいたします。コリントの信徒への手紙の1の11章23節からです。